はい、今回は資産を、前回資産の枠組みを作ってみたんですけれども、いろいろまあ資産とか出金入金残高などをまあ入力してみたんですけれども、これを今回は修正してみたいと思います。修正してまあできる完成させたいと、この資産の表を完成したいと思います。まあできるかどうかちょっとやってみます。でこの残高っていうのをこっちに移して、移すことによってなんかコピペしますね、貼り付け。でこれを消しちゃって、それでまあここにあった方が分かりやすいんじゃないかということで、そういうふうにしました。でそれでここの計算式ですけれども、計算式はこれ違いますから、これとりあえず消しちゃいます。それで、次にここですね、ここの出金入金、これもちょっと違いますので、出金はこれやってないですね。ここのあれはどうなってる ?24 から37っていうことになってますよね。24から37、24っていうのはこの項目のところですよね。項目の欄を計算はできませんので、これはダメですよね。で37のところは合ってます。だから T の25からっていうことになりますね。だからこれ修正しましょう。25からで、これで OK ですね。25から37、25から、37、この間をここに25から37をね、 T のね。でということで、まあそういうことになりますか。そうすると今度はここから 25S の25からS の37までやるっていうことですね。でこいつはまあそれをここにここに小計としてね、出金の合計ですよね。それをまあ小計をで、まあこっち側は入金の、これの場合は入金のこっち側っていうことですから、 S の25から S の37、これはこうで SUM で、でどういうことですか、これですね。それとこっちかで、これはここにあった、ここだった、これ間違いですね。こっち側ですよね、ごめんなさいね。こっちでで SUM ね、まあこんな感じで、でここですよね。それでここのところをこうしちゃって、でここに来ると37と、 S の25から37と、まあそんな感じで OK と。でまあこれはそういうことですね。 S の25から38、37、30、これ上だからね、37と OK。 そういうことで、これはこれで終わりですね。でこれですね、次はこれは入金があって、でその入金から出金を引いた額がここに来るということですよね。入金は何か、入金の合計はここだと。でそれから引くことの出金、ここですね、38、まあこれでまあ OK としときましょう。それで、その次はここの項目ですね。項目はそのいろいろドキュメントのテキストでちょっと記入をちょっと揃えてみたんですけれども、まあこういう感じで、公共とか電話電気、こう自動引き落としの話なんですけどもね。でまあ年金だ税金だとか、まあ他のサービスもあるんでしょうし、まあいろいろその他のっていうのをここに書こうと思うんですよね。でこれはまあ収支のあれをコピペしたもんだから、だから資産の場合は入金と出金があるんですよね。でまあ
出金だけの表と入金だけの表を作って資産をね、同じ資産をやるよりは、まあこういうふうにまとめた方が分かりやすいんではないかと。あまり使わないだろうし、まあそんなこと考えて、それでそうすると表のこの大きさっていうのはここで4つしかないですから、だから内訳のところを出金にしちゃったんですよね。だから内訳がないんですよ、この表には。で、内訳がない分、だからこの日目ってなってますけど、まあそこに自分が入れたいものを入れていくということで、やっていきたいと思います。それでまあ入浴規則のところ、ここにこのまあ公共料金なり何なりこれやって、ここでダメだね、これコピーして、でここで貼り付けと、でまあ OK すると。じゃあまあそれでまあこれ一応できましたよね。一応まあできましたから、今度はこいつを、コピーしてここに貼り付けと、貼り付けで、まあ貼り付けたらまあ一応まあこういうふうにできると。で、一番最初ここの資産っていうのは一番最初に繰越が来るんですよね。繰越規定でないと、このなんていうか、まあここで残高やってるからそんなことはないんですけどね。このまあ普通はまあそうなんで、この入金出金だけだとここはマイナスになっちゃいますよね。本来マイナスでないものがマイナスになると、残金があって残高があって初めて入金があって、そして出金っていうのは普通になっていきますので、まあそう、まあこういう繰り越しだとか残高とかっていうのは最初に入力したら、あとはまあ入金させといて、それで出金っていう形を持っていったらいいんじゃないかと思います。まあそんなところで、まあ一応これで資産の表が出来上がったと。私の能力はこの程度だと。もっと他に方法がいっぱいあると思いますけれども、まあこの軽くのまあ家計簿を作るっていうことだったんですけど、本来はそのリブレオフィスの軽くのやり方もね、この家計簿というそのシートを作りながら、まあ自分で勉強して、まあ、調べたりして、それを動画に撮ってみようっていうのが、まあ、本来のこの趣旨なんで、まあこんな感じになってますけど、でもある程度使えると思うんですよね。自分は使えるように持っていってるつもりは使えないかもわかんないですけども、まあこれで資産のやつ、資産の表ができましたので、今度は負債の表に移っていきたいと思います。今回は以上です。ありがとうございました。